マラーターは、インドの民族であり、カースト集団の一つ。マラーター人、マラーティー人とも呼ばれる。マラータともかな表記されるが、原音での発音により忠実な表記は、マラーターである。マハーラーシュトラ地方マラーターは、カースト集団としては、中世に現れた比較的新しい、カースト集団であり、その起源は、クンビーと呼ばれる濃厚カーストから派生したとされる。民族的には、 インドアーリア人とドラビダ人との根結とする説もある。なお、このカーストは単一のバルナから形成されるカースト集団ではなく、バラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラ、不可植民といった区別があるカースト集団である。とはいえ、マラーター民族としてはクシャトリアを自称しており、ヒンドゥー教に基づく独特の価値観を形成している。マラーターの本来の居住地は、 マハーラーシュトラ地方であるが、後述するマラーターの勢力拡大もあって、現在は、グジャラート州、ゴア州、マディアプラデーシュ州、アンドラプラデーシュ州、カルナータカ州、テランガーナ州、タミルナード州など広い地域に分布している。17世紀、18世紀には、シュバージー、バージーラーオなど著名な武人、政治家を排出した。いつ頃かは不明だが、 マラーターは、クンビーと呼ばれる集団が、母集団から分離して派生し、マハーラーシュトラ地方に居住したとされる。クンビーカーストからは、完全に分かれ、閉鎖的なカーストとなったのかも、いつ頃かは分かっていない。ただ、13世紀頃に、クシャトリアのカーストに属すると主張する集団が現れ、マラーターを自称する集団が現れたという。15世紀末に、 デカンのバーフマニー城が分裂し、16世紀にデカンするターンアサの豪国が拡挙すると、クシャトリアと自称する、勇猛果敢な戦士であるマラーターは、その傭兵として活躍した。特に、デカン西部のアフマドナガル王国とビジャプル王国の、領土にはマラーターが多く居住し、多くのマラーターの豪族が家臣となっていた。これら豪族の多くは50前後からなる。 地域社会の世襲的な主張であった。両国はこの地域社会をそのまま軍や里といった行政単位として扱ったため、彼らは合主と呼ばれた。シバージー1636年、アフマドナガル王国がムガル帝国に滅ぼされると、その武将であったマラーダー豪族のシャハージーは、ビジャープル王国の武将となり、プネに報道を与えられた。その息子がシバージーである。シバージーはやがて、 マラウター勢力を結集し、王国に対して反乱を起こし、その過程で多くの豪子を従え、根幹地方に一大勢力を築いた。1660年以降、ムガル帝国の皇帝アウラングゼーブに直接対決を挑み、景気兵を巧みに操る戦法を取り、重装備の帝国軍を翻弄し、帝国領の各地を略奪した。1674年、シバージーは、 マラーター王として即位式を挙げ、彼を外するマラーター王国を創始した。彼は即位に際してマラーターカーストがクシャトリアのカーストと認められていることにこだわり、バラモンらにマラーターがクシャトリアであることを認めさせている。なお、翌年には弟のビアンコージーもタミル地方にタンジャーブールマラーター王国を創始している。シバージーはデカンに ヒンドゥーの復興を目指し、ムスリム勢力であるデカンのビジャープル王国、ゴールコンダ王国、北インドのムガル帝国と戦い続けたが、1680年に死亡した。サンバーチー・シバージーの死後、同年に息子のサンバージーが王位を継承したが、アウラングゼーブはシバージーの死を見て、デカンに退去なんかした。1686年にビジャープル王国が、 1687年にゴール、コンダ王国が、ムガル帝国にそれぞれ滅ぼされた後、ムガル帝国とマラーター勢力は直接対決となった。だが、サンバージンは、次第に劣勢になってゆき、1689年に、捕らえられて処刑された。危機に陥ったマラーター王国はその弟、ラージャラームを要し、南インドのタミル地方へと逃げ、戦時に牢城して戦った。 戦時略城後、サーターラーに戻ったマラーター勢力は勢いを盛り返し、ムガル帝国領各地で襲撃を繰り返し、1707年にアウラングゼーブが死ぬと、帝国軍はデカンから撤退した。バージーラーを1708年、マラーター王国を中心に、マラーター同盟が結成され、徐々にムガル帝国に反撃を開始した。1713年、マラーター王、シャーフは、 自身に最も忠実だったバーラージー・ビッシュバナーとを最小に任命した。間もなくしてマラーター王からバラモン階級の王国最小に実権が移った。1720年にバーラージーが死ぬと息子バージー・ラーオが王国の最小となった。彼は卓越した軍事的才能を持ち、シバージーの再来とも言える偉大な人物であった。彼は南インドに遠征した後、北。 インドへとマラーターの勢力拡大を図った。そして、その時代にマラーターの勢力はデカンを越え、南インドと北インドを勢力圏とし、1737年にはデリーにまで進出した。この過程で遠征で活躍した諸公報道と征服地を報道として認められ、多くの人々がそれらの地に移住した。また、その息子で、 最初バーラージーバージーラーオの時代には、マラーターは、ベンガル地方とパンジャーブ地方にまで進出した。ヤシュワントラーオホールカルマラーターは北インドにおけるアフガン勢力との衝突の結果、1761年1月14日に、第三次パーニーパとの戦いで、全面衝突したが大敗し、主だった武将ーを、はじめ、数万の犠牲者を出してしまった。これにより、 マラータ同盟の結束は事実上崩壊し、マラータ王国、シンディアや、ホールカル家、ボーンスレー家、ガーイクワード家、5つの勢力が分立する形となった。そして、最小位をめぐる争いが勃発したとき、当時インドの植民地化を進めていた、イギリスの介入を許すこととなった。とはいえ、誇り高きマラータの戦士らが、 イギリスの支配を簡単に受け入れるはずがなかった。第一次マラーター戦争、第二次マラーター戦争において、イギリスは、マラーター同盟を崩すことに失敗したのみならず、結果的に大きな損失を出している。特に第二次マラーター戦争では、ヤシュワントラーをホールカルの噴戦が目立った。だが、第二次マラーター戦争を引き起こした王国最祥である。 バージーラーお二世は再び戦火を招き入れ、1817年から1818 18年にかけて行われた第三次マラーター戦争でイギリスはマラーター同盟を制圧した。これにより、マラーターの支配領域すべてがイギリス直轄領,領と反王国となった。マハーデーブ・ゴービンドラーナでしかし、19世紀後半にインド大反乱が起きると、バージーラーお二世の養子ナーナーサーヒブや、 ジャーンシーの反応費、ラクシミーバーイが放棄したのをはじめ、マラーターは放棄し、反乱に参加した。20世紀にインド独立運動が盛んになると、マハーラーシュトラ地方でもマラーターが独立運動をはじめ、バール・ガンガーダル、ティラク、マハーデーブ・ゴービンドラーナデー、ゴーパール、クリシュナ・ゴーカレー、ビームラー・オラームジー・アンベード・カルといった人々を排出した。そのうち、 前者三人はバラモンであったが、後者は不可植民とその身分はかけ離れていた。いずれにせよ、マラーターの人々はインド独立運動で大きな役割を果たした。現在、マラーターの政党であるシブセナーは、ムンバイの姿勢を握り、マッハーラーシュトラ州でも強い影響力を持っている。ありがとうございます。